今回の作戦よ。ちゃっちゃと確認してちょうだい。ミッション内容の確認よろしく。機体状況の確認いい？あんたの命がかかってるからね。出発！よくうちにこんなに特別な試作モビルスーツばかり配備されましたね。そりゃ私が各種書類を偽造して裏から手を回したからよ。そんなさらっと。整備班の連中がパンクしかかってるけど大丈夫かよ。それはそれとして才能は生かしてこそだったな。え、隊長は今回なんでダイバーを一緒に乗せてんだ。ジオンの基地で調べてもらいたいデータがあるのさ。うまくいけば金塊がたんまり手に入る。なんでその襲撃地点はジオンの物資輸送の中継地点だ。やつら全部を宇宙に運び出せたわけじゃない。おお、宇宙へ持ち帰れなかった物資をどこかに秘匿したはず。その場所のデータがあるんですよ。つまりは宝の地図ってわけだ。がぜんやる気が出てきました。つまらんやつだな。さあ、間もなく目標地点ですよ。基地司令部を目指す。各自の判断で発砲を許可する。さて、どんな様子だ。撃ち撃破。撃機を撃墜。おっと、また敵部隊。撃機を撃墜。この場面これか。通信量が伸びて、おそらくデータはここだ。基地に潜入するわ。時間を稼いで。新しいのはおいでなしだ。こいつは楽しいぞ。とっておきだ。決めようか。敵機撃破。おいおい、まだ来るつもりかよ。落としたぞ。くらったか。そこだ。こいつはどうだ。撃機撃破。見せてもらう。もう撃機撃破。
行くよ。見え見えだ、敵機を撃墜。見え見えだって。敵機を撃墜。楽しいぞ、ルートサメ。とっておきだ、敵機撃破。見え見えだ、敵機を撃墜。俺が前に出る。データは当然手に入れた。黄金伝説の始まりですね。気が早いやつ。では仕上げだな。俺の後には劣るが、これはこれでビューティフォー。証拠隠滅完了だな。よし、撤退するぞ。